鎌倉菓子は東京都千代田区内神田市2丁目にあった菓子である。江戸城追記の際に鎌倉からの石材をここで陸揚げしたことに由来する。1889年に神田区の公式町名となり、1935年には鎌倉町へと編入された。2019年現在の内神田市2丁目にあたる。現在の千代田区。 日比谷通りの神田橋の田元付近に存在した。貸しのあった日本橋川は、外堀と隅田川を結び、江戸の外港と内港をつないでいった水路である。当時、鎌倉橋は江戸城本丸に最も近い二条城であったため、多くの物資が荷上げされ、豚屋街の形成につながった。それに隣接する町は、鎌倉町と名付けられ、1657年の 新添江戸の図には、すでに、鎌倉帝の名が記載されている。現在その地域は1966年の町名変更によりない神田の一部となっている。鎌倉菓子の移行鎌倉菓子が設けられた場所は、徳川家康の江戸入場以前は、神田川、日本橋川の前身にあたる日向川の川口部であった。中世以来、後に鎌倉菓子となる日向川河口域は、 ヒューガは上流域への物資の荷上げを担う貸しの機能を果たしていたと考えられている。つまり、江戸時代以前の中世から鎌倉菓しとなる地域は貸し、港としての機能を果たしていた。徳川家康が江戸城追記の建築所材料の二条城として選ばれたのが鎌倉菓しであった。外堀川沿岸で水運も便利であり、本丸にも近いため、 明治維新まで二条城として使用された。江戸城追記の大工の大統領として京都から呼び寄せられた甲羅宗広は鎌倉菓子に邸宅を配慮した。明治維新まで甲羅家は代々同じ土地に邸宅を構えていた。また、甲羅家は江戸城追記の際の設計図面を連綿と保管し続け、火災による消失といった事態が発生した場合には、 その図面を参考に再建工事が行われた。鎌倉菓子周辺には遊女屋が15軒ほど置かれていた。これは、駿河府中の魅力町から移転してきたもので、港町には遊女屋は必要不可欠な存在であった、ためである。その後1617年に、昭治神左衛門に対して、芦屋町に遊女屋を作ることの許可が下り、江戸中の遊女が一箇所に集められた。 江戸の町は、信仰都市として、急成長を遂げるとともに、武士、老人、商人、妊婦などといった多様な人物が移住した。遊郭の設置は、参勤交代の武士や、工事従事労働者など単身赴任者の江戸への流出に伴う、著しくバランスを変えた、男女比の影響下によるものであった。その他、元吉原に集められる前は、鎌倉菓子の他に、 麹町26、7軒、常磐橋と、道三川岸の柳町に20軒ほど遊女町が存在していた。このような経緯から鎌倉菓子は、江戸有利発祥の地とされている。豊島屋は1596年頃から、神田鎌倉菓子で、多くの種類の品物を商っていた一族であり、特に種類を扱っていたのが、豊島屋本店である。 江戸城追記で鎌倉菓子周辺に人が多く集まるようになったため、初代の豊島や十江門がこの地で商売を始めた。江戸では良い酒の製造が難しかったため、鎌倉菓子に土産場を作り、なだ、伊丹から損海線で運んできた下り酒を取り扱っていた。また酒屋だけでなく飲み屋も経営していた。秋樽を味噌屋に売るなどして利益を得ていたため、酒は 原価で提供されていた。合わせて売られていた豆腐田楽も評判が良かった。また桃の節句の時期のみ白酒を販売していた。豊島屋が2月末に売り出したことによって、白酒はひな祭りに欠かせないものになった。ありがとうございます。